ちょっと今音楽の話が出たんはで、い。実はこれちょっとフリップでですね、うん。作っていただいたんですけれどほうほも、う。うん。実は、我が国の国歌であります、「君が代」というのは、非常に一般論的には、歌詞が素晴らしいと、うん。あちよにあちよに、国は歌い。の娘までと言いますけれども、杉山先生はまた別の観点から、うん。君が代国歌についてはい。ご意見というか、ご見識があるそうで、メはい。ロディーが素晴らしいということはい。はい。をおっしゃってるそうなんですけれども、これちょっとフリップまで、これうん。は三鷹祭りの時に先生がうん。靖国にご検討されたといはい。う感じでしょうかね。そそうれではすね。君が代の、楽譜ですかね。そうです。はい。それはちょっとどういうことなんでしょうか、先あの生。ね、世界のね、僕、世界の50数カ国のね、国歌を全部集めた、CD ボックスみたいなものを持ってるんですよ。あ、そうなんですか。世界のね、50数カ国の国歌をバーッと聞いてみると、ドレミファソラシドでいうと、どの国の国歌もドミソのソから始まるかドから始まるかで、普通のドレミファソラシドの音階でできてるの、あらゆる国は。ところが、これ見てください。日本の国歌「君が代」、実にここ、ドレミファソラシドドじゃなくてレから始まってる。レドレミソミレミソラソラレシラソ、とにかく世界中の国歌で、ドかソじゃなくないとこから始まってる唯一の国歌のメロディー、レから始まってる。レから始まってラソミレとレで終わる。これは西洋音階のドレミファソラシドの音階ではなくて、雅楽発祥の今用音階なんですね。レから始まっ迷て、レで終わう音る階。今用音階、はこれが実に日本古来の独自の音階でできてる。これは世界唯一のそういった意味のメロディー。で、それともう一つ「レドレミソミレ」の2小節ハーモニーついてない、ユニゾンなの。ね、そうです。で「ラソミレ」と終わりもユニユゾニン。ゾン。すみません、ユニゾンってのは何ユニゾンってのはハーモニーがついてなくて、はあ、清唱、いわ聖ゆる、書、はあ、コードがついついててない、ない。コードがついてない。だから「レドレミソミレ」って、その次の「ミソラソラ」っていうとこからバーンとハーモニーがついて「ミソラソラ」みたいな「ドミファミファファソレレミ」とバスがついてくるわけですよ。で「レドレミソミレ」ときて「ミソラ」ときたとこで「ドミファミファ」と。ハーモニーがドーンとついた瞬間にのなんと感動的なことよ。そこでなるほど。ジーンときます。本当にすごい、そう思いこれは。ます。いや、杉山先生に言われて初めて、あ、そういうもんやなっのぱかと。り作曲家ならではのやっぱ見地から。そう。でもそれでまたそのバスの進行もとってもいい進行がつそういでてるすか。し、ですから、メロディーからバスの進行、ハーモニー、組み立て、それから使ってる音階のユニークさ、全てにおいて世界唯一の、僕は超名曲、なるほど。世界一の素晴国ら歌のしい。名曲だと自信を持って断言します。いや、素晴らいや、しい。素晴らしい。いやー、本当にもうどうです先か、生、音楽家としてのこういや、う、もうもう本当におっ本当しに。ゃる通りで、その単一から始まって単一に終わるっていう、その、なんでしょう、日本人の、その単一民族であることの証明だと思うんですよ、この曲は。で、こう一つの、その、レから始まるっていうのは、私今先生のお話聞いて初めてハッとしたんですけど、その、なんて言うんでしょう、こうにじんだ感じというか、ドミソの世界で終わらないというか、こう曖昧なにじみの中からこう出てきて、で最後またにじんで終わる。まるで、なんかその後にまた違うメロディー、違うメロディーというか、同じメロディーでもいいんですけど、何か続いていくんじゃないかって思わせるような、そんな曲、素晴ドミらしいソで曲。ジャーンっつって終わっちゃうじゃない、終わらない感じなのよ。まだずっと千代に八千代に続くぞというニュアンスを残してること、
はあ、これも素晴らしいし、そうですね、はい、いや、まあ、一般的には歌詞が素晴らしいんだと、うん、陛下に対するっていうのがあれですけど、うん、こういうふうに先生からメロディー自体が、うん、曲自体がそもそも名曲なのだというのは、うん、なんか目から鱗のような、私は結構音楽に疎いもんですから、うん、と思いますね、はい、そういう言説見たことないもんね。ないです。誰も言わない。だからそういうことを書いたり文章言ったら発言する人は全部音楽家じゃない人、言論人だからね。その普通の言論人に言ったってそれは無理だよね。音楽家でそういうふうに見る人がいないもんだから。なるほど。はい、はあ、じゃあやっぱりフランスの国家みたいなあんなのとは全然もう、うん、曲のまあ格というか何というか、それはもう全く違うっていうことなんでしょうかね、うん、それといわゆるヨーロッパ音楽の引き写しじゃないよという部分ですよね、うんうん、ドミソで始まらないでくるっていうのは、はい、やっぱりその雅楽の時代からの流れの中にあるわけですから、これ歌ってみると、私もいろんな集会で歌わせていただくときにすごく感じるんですけど、うん、なんかこう人をこうやって盛り上げて歌う歌じゃないんですよね。そうそうそう、うん、こう自分を顧みるというか、うんうん、こうじっとこう胸元からこう声が始まって、うん、でこう広がっていって最後はまた自分のところに戻ってくるっていう、うん、だから結局その他のね、アメリカの国歌みたいに、うん、こうダーララッタッタッタってこう、うん、さ聞くと高揚するじゃないですか、うん、確かに、だからそういう歌ではないんですよ、音質的に。で要するに世界各国のね、国歌50何聴いて、で甲子園の高校野球テレビ見たりすると、と応援団席がみんな、うん、応援団がそれぞれの校歌やったりなんかするでしょ、うん、全部似たり寄ったりなんだよ全部同じ調子でパンパンパンと回しでもってドミソーって始まってドミソーっつって終わるだから甲子園で聞こえてくる曲と、うん、各国の国歌大体みんな似たようなものなんですけど、甲子園レベルっていうのですね、うん、だからそれと全然違う独自の、まあ、応援歌という意味では、うん、他の諸外国の国家応援歌なんですね。応援歌なおそらくね。それともう一ついいのは、音域。音域。誰でも使える。だからアメリカ国家やフランス国家なんてオクターブと5度で声が出ないと、でプロの歌手じゃないとその音域カバーできないでしょ。普通の我々オクターブとちょっとぐらいしか声出ませんよね。そうですね。はい、ほら。レドレミって最低音がドですよ、最高音が上のレだから、オクターブと1度9度の中に全部収まってる。だから普通の人が誰でも音域内に収まる。これも素晴らしいと僕は思ってます。なるほど、これも気がつかないでしょ。気がつかなかったです、うん、古谷くんも歌えるっていうことですよ、うん、いや歌えますもちろんです。9度に全部収まってはあ、あ、うん、いやもう国民全員が余ねく歌えるという設計なんでしょうかね、うん、そうです。あ、なるほど。いやすごい、もう今日はもう目から鱗の、うん、いやね、まあ、さっきもさやさん言ってましたけど、単一民族を表しているっていうのもあれなんでしょうかね、うん、そうですね、なんかそんな気がしますね、まあ、単一民族とか言うとまたアイヌも琉球もあるとかさやくが言ってきそうですけど、うんうんまあ、そこは覚えておいてもらって、今の内閣見るととても単一民族とは言いにくいあ、うん、あったりしますよね。はい、はい。